ラビッツ松尾ブギーワンダーアフタヌーン。ラビッツ松尾ブギーワンダーアフタヌーン。この番組は合同会社 PTM の提供でお送りいたします。ラビッツ松尾ブギーワンダーアフタヌーン。どうもラビッツ松尾です。皆さんお元気ですか？今日は9月の3日日曜日、夕方のですね、もう5時に、なろうかという、ところですけどもね、昨日からだいぶ涼しくなりまして、9月らしい、ね、陽気になってきたんでしょうか。ちょっとラビッツ松尾としては寂しい、なというふうに思っていますね。やっぱり暑さが僕は好きなんですね。皆さんはどういう風に感じてらっしゃいますか？さあ、そんな秋の、気配著しい、この9月の日曜日なんですけどね、今日もブギーワンダーアフタヌーン、お届けしてまいりましょう。ブギーワンダーアフタヌーンは音だけの YouTube 番組、 YouTube ラディオ、の番組です。ぜひ皆さんにもですね、この、想像力を働かせていろいろね、普通のラジオみたいに、楽しんでもらえたらなと思ってます。今日もね、たくさん皆さんから、メール、メッセージ、書き込みなどいただいております。どんどん紹介しながらね、進めてまいりましょう。今日のテーマなんですけども、もしもスターになったら楽屋にはこれをというですね、贅沢妄想企画なんですね。なんでこの、テーマを思いついたかというとですね、やっぱり最近たまたまなんですけどね、スターの、内面を知る、本とかそういったものをたくさんね、ラビッツ松尾をちょっと興味があって調べてみたり読んでみたりしてるんですね。それこそジェームス・ブラウンだったり、オーティス・レーニングだったり、そういう人たちの、ものを見てるんですが、いやーでもね、それぞれにね、工夫といいますか、ご本人たちのこのね、持ち味が出てることばっかりなんですよね。でこれをブギーワンダーアフタヌーンのリスナーの皆さんに置き換えたらどんな風になるのかってとっても興味がありましたので、そのあたりから今日もね、テーマを投げかけたんですけども、そうしましたら本当にたくさん皆さんからいただきました。本当にありがとうございます。では早速紹介をしてまいりましょう。メールでね、いただいておりますよ。これはね、まずいきましょう。ジャッキー上原さん、ジャッキー上原です。もし私がスターだったら、設定はスターですよね。スター錦野みたいな。そうですね、スター錦野みたいな、スター錦野みたいなスターだったら、まあ大好きなものを並べるわけですよね。そういうことになりますな。で、まずその一つ目、大して、弾けないギターなんですが、やっぱり並べたい。あ、ギターですか。ギターできた、うん、定番のギターですよ。マーチンのアコギは壁にいくつも並べ、床のギタースタンドにはレスポール、SG、ストラト、テレキャス、そしてドンフェルダーから譲り受けたダブルネックを中央に。スターだからできるんです。将来は博物館にしたらすごいですよね。ああ、夢のようです。いや、そうね、僕もギター好きですからね。飾っておくのもいいし、またね、自分で弾くのもいいし、まあ、そんなにね、僕もガンガンもう周りには弾ける人たちが多いので、大してね、大したことはできないんですけども、やっぱりこういじるのは好きですね。でもマーチンのアコギが壁で、レスポール、 SG、 ストラトでテレキャスがこうだん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 こう全部あると羨ましいな、ね。そしてドンフェルダーから譲り受けたダブルネックって、これいいですねイーグルスのドンフェルダーが、これがホテルカリフォルニアで使ったやつだから、ジャッキー持っててとか、ね、俺の代わりに弾いててとか、ね、おいいよなんてね。でもそういう時の楽屋に小さい子たちが入ってこうね、こういじってこう壊したり倒したりするとちょっと困るからね、アイスクリームは SG の前では食べないでとかね、ベタベタになるからとかねそういうね、黄色い声上げちゃったりね、
でも楽屋にね、ちょっとふっと遊びに来た人もね、あ、ちょっとこれいいじゃん、ちょっと触っていいとか言ってね、プルプルプルとか弾いたらすごいうまいとかね、友達のミュージシャンがね、こうスターですから来たりね、あ、ちょっと来たよとか言ってね、チャーさんとか来てね、おーいいじゃんとか言ってね、何これ、おー、あ、そうなってんだ、へーとか言ってギュイーンとか言ってくれたりねそしたらアンプも置いとかないとダメですね、ジャッキーさんね。いや、これこれは妄想しだすと、かなり果てしなく妄想してしまいそうですね。ありがとうございました。さあ、そして、お次なんですけども、こちらはですね、あ、この方からいただいておりました。ラビッツさん、こんにちは。 Do you remember September? Do you remember September のことですね。ラビッツさん、こんにちは。私ですよ、私。そう、甘い歌声、甘い、マスク、そして甘い血液、いろいろ甘いんでおなじみのシュガー松本でございます。エコー全開でね、こっちの方にもちゃんとね、と書き全開で書いてくれてます。ありがとうございます。もし私が大スターなら、楽屋には、有村架純の美人マネージャーを雇い、壇蜜に似ている猫を膝に乗せて座らせておきます。いや違う、逆だ。壇蜜さんにの美人マネージャーの膝に有村架純の猫を、どっちでもいいか、スターなんだしこれなんかかなり贅沢ですね。種は違ってもね、猫と人間と種は違っても相当これは贅沢ですよ。まあ言いたいことは、綺麗なお姉さんと可愛い猫が好きだということです。特に面白いこともなくてすいません、ちゃんちゃんって書いてあるけど壇蜜さんがマネージャーだとすごく仕事ができそうというか、僕らの仕事がはかどりそうですね。きっとはかどると思うな。きっとね、仕事にならないかな。でも逆にな、ついさ、仕事をそっちのけでさ、休憩取りたくなって、ちょっとチョコレート買ってきてじゃないんだよね、チョコレート買ってきてあげようかとか言って、部屋にいてよとか言ってあの俺が買ってくるからって、買ってきてこれ好きとか言ってあげたくなっちゃうじゃないかな、僕は。そんなのありませんか。相手壇蜜ですよ。そして有村架純の猫もいるんですよ。猫まっしぐら、霞まっしぐらになるんですよ。やばいっすねたまんないっすね。いやでもね、マネージャーさんがね、いい人ほどね、仕事ができるというか、仕事ができる人ほどいいマネージャーをねつけるというふうにね思いますね。だから仕事ができる人のところにはいいマネージャーさんが来るわけなんですよね。素晴らしい。あ、そういう環境で頑張りたいなシュガーさん、ありがとうございましたね。いや、今日は楽しいですね、なんかこういう妄想のお話はね。でも楽屋のインスタグラムとか撮ったらやばいでしょうね。ダミスが映ってるとかって言ってね。さあ、今度はですね、ゆうこさん行きましょう。ゆうこさんお初じゃないかな、これね。ゆうこさんね、いただいております。紹介していきましょう。ゆうこさんは、もし、私がスターだったら、そう鏡張りというタイトルです。もし私がスターだったら、楽屋はそう鏡張りにします。360度私が映るように、もちろん天井も床も強化鏡にしていただきます。あ、そうすると割れないもんね。洗練された大人の仕草、いつも見ていたい。100個や1000個では足りません。そう鏡張りでお願いします。ちょっと待ってくださいよ。だって全身見ちゃうんですよね。自分が100個や1000個じゃ足りないから、1000人とかそれの反射も含めたらもう1万人とか何万人とか、ゆうこさんいるんですか。あ、これね、お月の人が来たら誰がどこにいるか分かんないですね。誰に話しかけていいか分かんないですよね。よくそういうサスペンスものあるじゃないですか。鏡の部屋に追い込まれてね、
敵がバーンと撃ったけど鏡の方だけ壊れて、で自分は平気だったとか、またはね、後ろの方に実はいたみたいな、そういうのあるじゃないですか。まさにそういう感じですな。でもなんか自分ばっかり見ててちょっと気持ち悪くなりませんか。でも僕だとね、一番これ入ったらいいのはね、どこ反り残しがあるか、頭ね、後ろからちゃんと見えるから、ね、合わせ鏡なんかしなくても、ね、前を見ながらまた反れるみたいな、ね、もう反り残しなしみたいな、あまり関係ないですねありがとうございます。ゆうこさん、でも鏡張りのスターになって、早くスターになって鏡張りのとこ僕招待してくださいね。お弁当持っていきますから。さあ、そして今度はね、花がいっぱいという、やつはですね、こちらは、これはスーピーちゃん、あ、スーちゃん、イエスイエス、こちらの方も、ね、ありがとうございます。スーピーさんね、スーピーさんは、こう花がいっぱいというのがいいと。なるほど、どんなことなんだろうな。もし私がスターだったら、楽屋に胡蝶蘭というのはお約束なんですけれども、他にもバラやオンビジウム、グロリオッサなどが好きなので、狩矢崎先生に生けてもらった、鉢植えは100個が欲しい、100個は欲しい。一体いくらになるんでしょうか。でもスターだからお金に止めはつけません。花に囲まれてメイクして、そしてお弁当を食べます。あ、このお弁当は僕持ってくよ、スーピーさんでもね、花に囲まれるっていうのはいい暮らしでしょうね。楽屋に何でもある、お金に止めはつけないということでいくと、そうですな、やっぱりこういい匂いがしてね。でもなんか花がいっぱいある楽屋って写真映えもいいしね、ちょっと入ってみたい気がするよね。ぜひ呼んでくださいね。でもそこで囲まれてメイクして お弁当を食べるってあたりが可愛いですね。これでもそこらの消化道弁当とかじゃ許してもらえなさそうな感じがしますね。なんかね。さあ、何を置こうかなというのは、ぐいぐい太郎さんですね。ぐいぐい太郎さん。さあ、何を置こうかな。普段、つつましく、生活をしているせいか、スターのわがままな楽屋というのが想像できない。やっぱり置くというより専属マッサージ師さん、などなどに待機してもらったり、それから執事もいたりして、暑い日は、仰いでもらったりして、あとお気に入りのドリンク、こちらも必要ですかね。ところで楽屋ってプライベートジェットは入らないですよね。すいませんすいませんぐいぐいさん、ありがとうございます。すいませんすいません、ね、僕も口癖です。もうね、すぐモノマネやって似てないとすいませんすいませんって言っちゃうんですけど、楽屋はプライベートジェット入らないですよね。っていうか、むしろプライベートジェットが楽屋になってるみたいな人が多いのかな。ね、石橋亮さんが言ってましたけど、彼もね、ハリウッド作品、いくつかね出てらっしゃいますけども、ユニオンっていうんですか、その俳優団体とか協会に入るといきなりですね、そういった楽屋とか福利厚生の部分がめちゃめちゃ良くなるらしいですね。これはね、だから頑張ってそういう団体に入れるような活躍をしないとダメなんだそうですが、それが認められると、石橋さんは認められてるらしいですが、もうあと藤岡弘さんも認められてるのかな、認められてるらしいですが、ね、そういう時はね、もうバンバン、お金がそこに流れていく。素晴らしいな。やっぱりね、スターはスター、俳優は俳優ね、ちゃんと分業ができてて、そしてそれに対する立場上のリスペクトもあるというのがアメリカの芸能界のようですね。何を置いたらいいっていうので、何があるんだろうっていうことで、私ね、一回だけね、ちょっと仕事の関係でアメリカの、から来たちょっとね、ヒットチャートにも出るようなバンドの、武道館ライブのバックステージにですね、お邪魔したことがあるんですけど、いやもうね、ないものはないぐらい何でもありましたよ。お酒から、あとね、フルーツから、それからピンボールマシンまであったかな、あとはね、本当にわけわかんないけど女の子がいっぱいいたっていうね、ちょっと若めのモテモテ系のビジュアル系っぽいバンドだったもんですからね、まあ、そんなうわ人気がある人たちってこうなんだって言って、君らも食べていいよとか言われたけど、なんとなく悪くて手出す気にならなくて、よく映画でいるじゃないですか、取り巻きの一人とか二人でなんとなくこの、ね、オリーブとか食べてるやつとかあんな風になるのがどうかなって思ったんで、ちょっとやめときましたけど、
いやグイグイさん、ね、プライベートジェット乗りましょうよ一緒に、ね、あの早く買ってくださいよ、お願いしますよありがとうございます。さあたくさんありますね本当に、そして今度はこちら行きましょう、これはですね、高友さんですかね。高友さんいつもありがとうございます。スターだったら絶対楽屋に置いておくのはラビさん高友です。先週あたりから急に涼しくなってもう秋ですか、信じていいんですか、そんな感じの天気ですが風邪ひいてませんか、大丈夫ですか、涼しくなってもまだまだビールは飲みますよと元気にいきましょう。そうですな、涼しくても私の血液はビールでできてますからさてスターだったら楽屋に絶対置いておくのは何ですが、そりゃバニーガールでしょう。来た、ベリーストレート、そうだねバニーガールだね、うん、取り揃えた綺麗なお姉さんたちに、意味なく部屋の中をうろうろしてもらいましょう。これね、この意味なく部屋の中うろうろっていうのが先ほどからのです、ダンミツさんしかり、それから僕が見に行ったバンドしかりで、意味なく部屋の中うろうろしてる綺麗なお姉さん、これだけで楽屋のね機能は十分果たしているんじゃないでしょうか。どうなんでしょうか、シャンパンとかワインとかカクテルグラスに入れたオードブルとか備品として置いといてもいいですね。何しろスターですから、うん、これ行ってみたら銀座のクラブみたいなもんじゃないですかお姉ちゃんがうろうろしててお酒があってね、オードブルがある、フルーツもあるんでしょうね、うん、やっぱりフルーツなんだよな。なんでフルーツって思うのかな、昭和だからかな、昭和はフルーツだよねそうか。でも高友さんね、この、シャンパンとかワインとかあのね、うろうろしててなかなか楽屋から出て行けなくなっちゃってね、終わった後もでその後も2次会とか3次会とか打ち上げとか、あ、まあ、そこ打ち上げね、まず打ち上げを楽屋でやって2次会とか3次会行けないねこれね、うん、困っちゃうねそういうのは。でもスターだからいいのか、うん、何しろスターだから、最後ねこうスターだからって言えばねなんとはなるとそんなんでいいんですか。いいんです。いや今日もたくさんいただきましたね、本当に皆さんありがとうございました。いやいや本当にね今日も楽しい、話題でございましたね、本当にありがとうございます。さあここでねいくつかちょっとお知らせ、がございますよ、ラビッツ松尾のお知らせ、まずね、9月の9日横浜はクラブセンセーション、こちらでですね、ま、ライブがあるんですが、最近あのラビッツ松尾ウォームアップ DJ というのをやってまして、あのライブを、まあ、言ってみたら盛り上げるための盛り上げ役、そんな DJ をですねたくさんやっております。で、ここにですねちょっと少し力入れてやってみようかなっていうふうに最近思ってるところがあって、まあ言ってみたら裏方の裏方なんですけどね、特に主役でもないし、何がねこう自分を見に来るという人ばっかりがいるわけでもないんですけれど、このラビッツ松尾はねそういったところでね盛り上げるというか、そこでも一仕事ちゃんとしてるっていうことをねこうやってみたい、そんなね気分に最近は駆られてまして、このウォームアップ DJ 道というのをですね突き詰められるんじゃないかと、一生懸命頑張れば、なんていうふうに思っております。The Great Guitar Anthology というコンサート、ライブですね、こちらが、クラブセンセーション日の出町にあります横浜、でありまして、その最初オープニングから、バンドさんの入れ替え、そして、最後の方までね、なるべく、長い時間皆さんと、過ごしていただけるように、たくさん音楽と、また場合によっては喋りでですね、盛り上げていこうということで、ぜひ、楽しみにしていてください、そういったライブが用意されております、さらにですね、今度はですね、今月がですねこうラビッツ松尾なかなかちょっと、忙しい月間ということで、9月の、間は私バースデー月間なもんですから、恥ずかしながら、ね、バースデー月間なもんですから、ぜひねこのバースデー、イベント企画に皆さんぜひ来ていただけたらというお知らせも、ございます、9月の16日、こちら、浜松町の隠れ家というところでラビッツ松尾バースデーバッシュ、
ね、バッシュっていうのはバスケットシューズじゃないですよ。あのバースデー盛り上がりという、ね、意味なんですが、イベントがあります。いつもの、ベストヒットラビマツ、今回は土曜日ですね。こちらの方でブギーワンダー関係もしくは、葛飾 FM 関係の皆さん、おいでになれるようでしたらどうぞ、おいでください。一緒に、生放送っぽくやります。皆さんが飲んだり食べたり、していただいて、私がそこの横で、メールを読みながら DJ するという、まさに、いつもラジオでやってることをそのままライブでやろうという、ことですね。いろいろ考えてますんで、皆さんからの、楽しいリクエスト、トークの話題などなど、一緒に盛り上げていただけると楽しいですね。隠れ家もすごくお世話になってますんで、ぜひね、盛り上げて、いきましょう。そして9月の17日、こちらがね、私のリアルバースデーなんですが、そのバースデーは、こちらはですね、館内、横浜館内のスタジオ24というところで、また、同じように DJ イベント、トークイベントがございます。私の DJ イベントというのはね、いわゆるかっこいいね、ヒップホップの DJ の人たちとかがやってるような、ああいういわゆる DJ したものとはちょっと違って、喋りも、大事、曲も大事ということでね、皆さんに楽しんでもらえる、ような、企画を考えております。そしてここはね、素晴らしい助っ人、トミーと松といつもね言ってます、富山幸男ちゃん、がですね来てくれて、なんと富山幸男ちゃんも9月が誕生日ということで、そして他にもですね、あの某バンドのあの人が、来てくれる、彼も9月が、誕生日ということで来てくれるということになりまして、ぜひみんなでお祝いしちゃおうということになりますね。その某バンドの某、ギタリスト、どなたかな、楽しみにしていてね、なんですけどね、そんな、ことを考えておりまして、この、トミーと松、こちらは、9月の17日、4時スタートなんで、早い時間からね、楽しめます。日曜日なんでね、少し早めに始めてね、次の週に備えるというところもね、考えているんですよ。9月17日、ぜひぜひよろしく、お願いしますね。トミーと松、バスで、一緒に祝うのもそうだし、皆さんとトークしてね、楽しい音楽もかけていきたいと思います。よろしくお願いします。そしてこれはね、合同会社 PTM の方からのお知らせなんですが、合同会社 PTM、こちらの方ではですね、今先生を大募集中です。昔、でも今でもこう英語を勉強している、英語を教えている、それから留学をしていた、またはとにもかくにもそういったことに興味がある、若い人たち、または、シニアの人たちに英語を通じて何かを教えていきたいね、接していきたい、絆を作っていきたい、そういったね、皆さんの、ご応募をお待ちしております。とにかく今はですね、たくさん皆さんと一緒にそういう、迷える、皆さんがたくさん私のところに来てまして、今先生がですね大募集、ということになっておりますので、ぜひ、こちらもよろしくお願いいたします。気になる方はですね、ラビツマツのブログ、ラビマツ日記の方からですね、ぜひメッセージなども、お寄せいただけますと、アメブロのね、ラビマツ日記の方からお寄せいただけますと助かります。ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、楽しくお届けしてまいりましたブギーワンダーアフタヌーン、どうだったですかねえ。今週も喋り倒しましたね。なんか録音はね、これ本当に一気に自分で音楽もかけながら一気にオーバーダビングなしでやってますんでね、ノリ一発でやってますけども、楽しんでもらえたら最高です。さあ、涼しくなってきた、9月の第1週皆さんの予定はどんなですか。ラビッツ松尾は、ね、今週もね、いろんなところで、出没してピカッと明るく楽しく喋っていきます。水曜日の葛飾 FM、 ぜひ楽しみに、していてくださいね。それでは来週またお会いしましょう。素晴らしい週末、そしてハッピーなウィークスタート。ラビッツ松尾でした。ラビッツ松尾ブギーワンダーアフタヌーン、この時間は合同会社 PTM の提供でお送りいたしました。